ナギチャギ。大きいもんです。大きいゴミです。なんかでかないですか？小さいの集まってるやん。ちょっと待って。キャプテン。ごめんなさい、ごめんなさい。キャプテンの人。さすが。キャプテン一言お願いします。身長で勝ちました。はい、もうみんな荷物持っていじりがベンチ。はい、ちょっと、よかったよかったよかった。待って待って待って、怖い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 。すいません、一言お願いします。無理です。はい、じゃんけん、ほい。はい、行こうです。はい、初めて、ほい、先行。チーム名何します？チーム名は、チーム名なダルビッシュ。だるそうなビッシュ、ダルビッシュ。頑張ります。なんかすごい上手い方たち集まってるので勝ち狙って行きましょう。はい、よろしく。はい、負ける方やから、負ける方やから。はい、どうもバボちゃんです。どうもほのちゃんです。じゃあね、久々に解説していきましょう。はいはい、これね、審判は世界の辻さん。近いですね。めっちゃ近い。世界の辻さん、わざわざ自らね来てくれました。ストライクゾーン広めでということでお願いしてます。勝ったチームから MVP と、はい、勝利チーム MVP は、あ、で敗北チームね、敢闘賞ということで、はい、辻さんへのアピールをお願いされたんで。そうですね、はい、はい、してもらえたかな。してたんかな。じゃあ先行サナチーム、1番ピッチャー水木、2番キャッチャーほのちゃん、3番サードサナ、4番がショートユーリ、5番がセカンドリアラ、6番がセンターナナカ、7番がキャッチャー千秋、2回からですね。はい、で8番がレフトリタで、9番がライトほのちゃんの母になりますね。はい、はい、急遽来てもらいました。はい、先発投手はリーさんね、もうおなじみの、さあアメイジング水木です。鍛えられてますからね、まあ、簡単にポンポンストライク取れるのはね、リーさんのこの持ち味というか。そうですね、うん、これはいいバッティングやね、しっかり振り切って。打球早かったですね。ああ、めっちゃ打球早かった、うん、でもこう水木が出るとね、足早いからでかいですね。そう、一番厄介なねランナーになるし、でもさすがミノルマンさんに鍛えられてるっていう感じはありますね、スイングが。いいスイングです。そして2番ほのちゃん、はい、フォアボールで出塁して、これと同じみやな、ね、フォアボール。はい、1試合に1個なんかもらってますね。出塁率鬼です。で盗塁して、でサナね、はい、今後めっちゃいいバッティングしとったよね。そうですね、キャプテン選ばれてちょっとなんか恥ずかしがってました。あの寛大のね、もう引退してたやんけね。引退してなんか久しぶりの野球言ってましたね。もうなぜか関東省の電気系統を狙ってたって。そうそうそう、負けの方を狙ってる。でマーベラスの有利ですね。満塁な、ノーアウト満塁か、叫んでたな確か。先輩や言ってましたね。ごめんなさい言うて。一気にツーアウトになってしまうと、ツーアウトになってここ先生って欲しいとこやったけどね、はい、これリーちゃんへバッティングやね、将来が楽しみやね、うん、しっかりストライクゾーンに来たやつ全部振ってるんでね。うん、小学校2年生と思えない、ね、すごいですね。はい、高校チーム、はい、1番ショートゆうかさん、2番セカンドさきさん、3番キャッチャーももかで、4番がファーストひなさんで、5番ピッチャーりーさんで、6番がで渚さん途中から2回からでサードで、7番レフトゆいさん、8番センターエンクル、9番ライト翼さんです。で、サナチームの先発がアメージングの水木です。あ、辻さん撮影していただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、モデルのね、そうですね、はい、ゆうかちゃんめっちゃいいスイングしてましたね。これいきなり頭当たるよね。そうですね、大丈夫かなと思ったけど、まあなんとかね、はい。で次が
これ神大の佐々木ちゃん、ね、うん、ちょっと高めの球でしたけど、あのそうピッチャー水木めっちゃ荒れ球やったよねこれ。まあなんかそうですね、まあでも打たせてたる感じで言ってましたけど、うん、でえ何なんであのーってあーあのあれやロングティー対決でサドンデスも、あーそうかそうかめっちゃ飛ばすよね、はい、でモモカがこれライト前かな、ライト前でね惜しかったけどグローブ当たったんか当たってないか、ああそうでこれライト守ってたんがほのちゃん、ほのちゃん母ですね、で全然動いてなかったです、ボール全く追いかけないっていう七香さんが取りに行ってましたねセンターのね、もうボ足止まって首だけ動かして見とったもんね私とか言ってましたけどね、これあかんな手でいったな、これはちょっと止めてほしい ねやっぱりすいません、はい、でこれがピッチャーフライ一回どっちもあれやね、チャンス作ってるね、うん、だからこの点しっかり今日点を取れるかっていうところやったけど、1点、あ、すいません、1点、うん、そうやね、でこれが1点止まりになってしまったと、はい、で2回ですと、でもこれあれやね、年末やったのにみんなよう集まってくれたよな、ほんまにありがとうございます、ありがとうございます、これもええバッティングやな、でええとこいるんですよね、せやね、これいつものええ当たりやったんやけどね、うん、アメイジングの選手はみんなバットのヘッドスピードが速いよね、うん、うん、やっぱりしかもどんどん振っていくからね、うん、やっぱなんかバット振ってる数がちゃうなっていう、ショートの優香さんうまかったですけどね、よう追いついたけど惜しかったねあれ、うん、あのこのいや当てただけでいいでしょう、はい、いいでしょう、はい、はい、バッティングしたかったそうなんでよかったです、でもうキャッチャー速攻変わってもらって、そうね、ここから千秋になったよね、はい、たでバッターがユイカ、はい、でこれがサードゴロ、サードゴロ、サードゴロよう飛んできてましたね、でもね確実にちょっと思うんやけど、うん、やっぱ女子って丁寧やから、うん、なんやろ、エラーがない冒頭とかも、うん、めっちゃ丁寧、確実にとってね、ワンバンで投げる人もいましたしね、うん、これはねやっぱりこうなんやろうな、同じ草野球やってと思うけど、これはほんまに男メンバー見習うべきやと思うよね、うん、でこれ翼さんがピッチャーゴロ、うん、しかもあのフォアボールがね少ないからテンポっていうかなんていうんですか、試合展開が早い、そうやね、うん、絶対7回できんもんね、うんうん、でこれまたいいバッティング、これ変化球ですかね、これナイスプレーやね、うん、これナイスプレーやな、いいと思いました、いややっぱ守備がいいよね、守備がやっぱりなんかこうバーンっていう迫力っていうのはやっぱり、うん、なんやろな、男子メンバーには引き、ね、なんかちょっと劣るかもしれんけど、丁寧さとその守備の堅実さっていうのはすごいよね、これねちょっと映ってないんですけど、レフトのあーユイがね飛び込んでダイビングキャッチしたという、そうマーベラス戦でもね、マーベラス でやって、あの試合かの試合でも、うん、そうやってた、守備うまいもんね、球際強いですね、ねえ、でここであの1回でチャンスでピッチャーゴロやったユイリが見事にセンターに運ぶよね、はい、シュートですね、うん、4番らしい、うん、しっかりバッティングですね、しっかりしっかりバット振ってるからやっぱり、うん、ここに落ちるっていうね、あれノックバットも振ってるんですね、あね、そう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 ノックバットね、ヘッドスピード上げるために、うん、これもリーちゃん惜しかったな、で3回です、1番から1番モデルゆうかちゃん、これもよう食らいついたけどね、うん、そうファーストフライ、三振もないよなあんまり、ああんまりないかったですね、うん、なんかあんまイメージにない感じがね、あーこのフライちょっとね、私が行きかけたから多分どっちやってなっちゃったんですね、まあ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 ね、こう、まあ、こういう試合やからこそみんなこういろんなチームが集まってるからこそ思い切ってやってほしいっていうところあるけどね、声出してね、桃花よう打つな、ナイスバッティングです、これうまかったなリーちゃんよ、これよう取ったよね
取れてたけど、いやいやすごい、ほんまにすごいよ。小学校2年生の子がこの打球取るって、打球早かったですよね。すごい、ちゃんとアウトにしてるからね。鍛えられてますね。これもないキャッチだ、すごい。結構、ね、守備がいいけどね。守備がいいからもう全然なんやろね、試合展開が早すぎて、早かったですね。もう4回か、もう4回です。いや7回から、はい、なんか選球眼もいいからね。でこれをえげつない打球やね、追い込まれてあの打球打てるのすごいな、すごいですね。でこれもライトの前に落ちて、これも2安打目やね。2安打目です ね、 ね、うん、バッティングがええわ。でこれがピッチャーゴロ、これも急遽来てくれたよね。そうですそうです、三田さん。そう、これももかちょっと打球をこう追いに行ってたからベースに入るのが取れた感じかな。でこれが、でこれね、このちゃん母が打った打球がこう悪送球となって、点2点目入っちゃう、2点3点目かなまで入ってしまうと。はい、まあ、難しい打球ではありますけどね。これよ、溜めてね。いやうまかったねこれも。いや、やっぱり水木はね、あのバネ、そのやっぱり体の使い方がすごい。そうですね、身長そんなに高くないっていうか、まあ、小さいですけどね。やっぱこう体そのね、持て余すことなく使ってるっていうね。これは？これはファースト強襲かな、ヒット。うん、いや今のインコースさばいたとは思うけどね。なんか反応で入れました、なんか、はい。やっぱりねバッティングは反応ですよ。反応が。やっぱ打ちに行ったらね力みますもんね。でこれがセンター越えて。もう1点か、もう1点追加ですね。もう1点、ここで大量得点になるよ ね、 そうですね。センターオーバー、まあ、これサナちゃんか打ったん。あ、そうですそうです、これもナイスバッティングやったね。でもなんかこうエラーとかなんかフォアボールとかそういうので点取ってるとかじゃなくて、もうしっかり振ってなんか外野まで飛ばしてっていうのなんで。そうやね、すごいいい形 で、 で守備もね全然ミスないんで。うん、ここでちょっと挟まれちゃうね。これもラン、そう、これ粘って、でバッターランナーのリーちゃんがちゃんとセカンドまで行ってるんですよね。もうそれもちゃんとすごいよね、ちゃんと二塁まで行ってるっていうのと、このいやでも守備側のこのランナープレーって結構ミスしがちやけど、確かにこれもしてないのがすごいよ。結構長かったけどね、うん、で4回裏で、ここでピッチャー交代ですね。有利になるのね。はい。で、これはミージュ君の投げか。これもいいバッティングだったな。いいバッティング。左中間。左中間ね。で、これ、ちょっと思ってんけど、これこう左中間のあたりで完全に抜け切ったわけじゃないけど、ちゃんと二塁まで走る意識、いやこういうものも好きないなと思うよね。やっぱり止まってしまいがちですけど ね、 やっぱこういろんなチームからこう集まってきて、こういうオールスターっていう形でやると、ないバッティやないから、やるとね、やっぱりこうチームカラーというか、いやそういうのが見えてくるんで、そうですね、今のもツーベースで、でユイさんがバントをしっかり送ってヒットっていういい形ですよね。すごい。せやね。これもええ当たりでしたけどね、ユイリうまかったですね。まあ打球が速すぎたっていうのがあったね。でエンクルがピッチャーね、はい、マーベラスエンクルです。でバッター千秋。いきなりデッドボールと立ち上がりね。結構多いですねエンクルね。当てがち。当てがち。ここは課題やね、エンクルの。これもね、だいたいデッドボールとかフォアボールの後ってエラー起こりやすい。でもしっかり守ったよね、モモカ。しかもランナーしっかりね、見て。そう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 、ね、ここでしっかりアウトにできると。で、ここで1番の水木。
そうですね、あサードフライかな、はい、うん、さあ5回先頭、はい、ゆかちゃんね、これがフェアになるんやね、そうですね、うん、これファールやと思ってたよね、多分当たり的にフェアになっちゃって、こういうの軟式、軟式あるある、軟式ある、公式では絶対ないからこんな、これもうまいよね、サードしっかり回り込んでね、投げやすい体勢取ってるんですよね、いやこれね、僕サードの後こんなんできる自信ないっすわ、もう直線でいってますよね、行ってる、絶対行ってる、うん、これもサードゴロ、あでもこれちょっとそうなんですよ、あーしょ、ごめんなさい、ちょっと足短かったんちゃう、ちょっと、うん、ちょっとどころじゃないですね、珍しいの、うん、デッドボールで、でこれ、あこれはいいバッティングやね、ほのちゃん母のところに、ね、飛んでいくんですよ、うん、狙ったんかな、あでもうまかったっすね、うまかったな、これはこ これもね、ちゃんと走ってるんですよ、ね、そう、やっぱなんかもうバッティングもね、右にも左にも打てるし、うん、右でも左でも打てるし、いやそうですね、その打席もセンスの塊って感じはすごいするよね、さあほのちゃん、おこれはちょっと欲しがりましたね、ショートフライ、はい、うん、バッティングの形的には綺麗かったけど、うん、欲しがったからね、これはええバッティングや、でこれね、なんかシフトがなんかほら B さんがねセカンドベースのショート側におるんですよ、ね、うん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 、なんかシフト引いてるみたいな、サナシフト、サナシフト、まあでもそういうのもね、やっぱ前の打席とかのこと考えてすごいなと思いましたね、うん、編集してて気づきました、全然試合中気づかなかったですけど、試合中気づかなあかんやん、気づかなかったですねあ、これもエバッティングやったね、うん、多分普通に小学校2年生レベルやったら絶対抜けてるよね、これ確実に、もう6回裏ですよね、これいいバッティングやな、やっぱ目立つようなアメイジングの打力、うん、なんかめっちゃ打ってるイメージがある、すごい、うんで、エンクル、はい、おー、ミドさん、あー、ええ球、あー、ええ球やね、ピッチャー有利か、有利、あー、ええ球、やっぱ有利、コントロールええからね、コントロールですね、うん、で、翼さん、ピッチャーゴロですね、ピッチャーゴロ、ランナーは出すんですけどね、要所要所で締めてますね、そうやね、なかなか、うん、やっぱコントロールいいピッチャー、テンポもいいしね、守りやすいですね、うん、でどこだっけ、サードゴロか、ごめん、なんかいつもええ当たりやねんけどな、もったいない、まあ、全身でしっかり振ってるイメージあります、これね、3打目なんですよね、そやな、こたあのたなんやタイムリーというか、その点に繋がってないから、う、うん、ちょっと目立てへんけど、千秋ええスイングして、なんかちょっと一人だけ別格感ありました、母、はい、ああ2者連続三振、三振してます、エンクルもめちゃくちゃいいテンポでしたね、ナイスピッチング、エンクルも普通に乗ってきたらね、いいピッチングするからね、打たせて取るというかね、うん、からこれは有利か、もう7回裏ですね、そう、もう早いな、7回裏、いいスイングしてんやけどな、うん、こう有利のフィールディングもいいよ、しっかりね、広い、うん、いや、なんとかしたいね、これね、B さんチーム、あ、いやでもね、いや、やっぱりでもこうなんか縛った試合になってるのは点差は開いてるけど、やっぱりこう守備が良かったって感じでしたね、うん、あっという間でしたね、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで勝利チーム MVP、 敗北チーム関東賞、辻さんに選んでもらいます、はい、はい、関東賞が桃花と、そうやね、なんか印象に残ってたみたいですね、通じさん、いやでも2安打打ってるし、まあまあそうですね、打って、うん、ちょっとあの負け、その勝ち越しを許したエラーは桃花くらいけどでもまあまあ打ってるしね、うん、めっちゃいいバッティングやし、うん、有利ね、
ないんだよ。初回のチャンスこそあれでしたけど。そうやね、うん、初回のチャンス打っとったら完璧やったけど、うん、いやでもナイスバッティングだった、うん、前回の動画で、はい、これはもう別格やったね。一人だけちょっとやっぱわけわからんぐらい飛んでました、うん、これは男子顔負けですわ、はい、はい、ということで、第1回女子オールスターね、ちょっと年末でね、皆さん仕事とかまだ終わってない方もおったと思うんですけど、集まっていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではね、またチャンネル登録といいねよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた皆さん会いましょう。せー